アーサー・セントクレア、アーサー・セントクレア、1734年、または1736年3月23日から1818 18年8月31日は、アメリカの連合契約下の連合会議で、第9代の議長を務めた政治家である。セントクレアの任期は1787年2月2日から10月29日までであり、前任者は、ナサニエル・ゴーラム、 公認者はサイラス・グリフィンであった。セント・クレアはアメリカ独立戦争中は大陸軍の将軍として従軍し、戦後アメリカ陸軍の最高位に上った1791年から1792年。セント・クレアは北西部領土の知事を務め、州に昇格する前のオハイオ領土の唯一の知事であった。スコットランドのケースネス州サーソーで、 1734年、または1736年どちらかの3月23日に生まれた。セントクレアの遠籍には、初代民党伯爵、ギルバート・エリオットや、詩人のロバート・ルイス・スティーブンソンがいる。セントクレアは、エディンバラ大学で学んだ後、巧妙な解剖学者、ウィリアム・ハンターに支持し医学を学んだ。1757年、セントクレアは、 イギリス軍の士官を購入し、フレンチ・インディアン戦争に参加するため、エドワード・ボス公園提督の艦隊でアメリカに向かった。セントクレアは1758年7月26日、ジェフリー・アマースと将軍式のルイズバーグ要塞、占領に従軍した。1759年4月17日、セントクレアは中尉に昇進し、ジェームズ・ウルフ将軍の部隊に配属となり、 エイブラハム平原の戦いに参戦した。1762年4月16日、セントクレアは退役し、1764年にペンシルベニアのリゴニア渓谷に土地を買い、粉引き輪を建てて入植した。セントクレアはペンシルベニア西部では一番大きな土地所有者であった。1770年、セントクレアは指裁判所と民事裁判所の判事となり、 専売委員会の一員となり、孤児裁判所の判事、記録係、事務官となった。また、ベドフォード軍とウエストモーランド軍の主席書記官になった。1774年、バージニア植民地がピッツバーグ近辺の土地所有権を主張し、ペンシルベニア西部の住民が武器を取って、これを排除することがあった。セントクレアは、バージニア軍を率いる士官の逮捕を命じた。 この時段もあの戦争が起こり、境界紛争が収まった。1770年代の半ば、セントクレアはイギリスよりもアメリカの愛国者であると感じるようになった。1776年1月、セントクレアはペンシルベニア民兵の大佐として大陸軍に加わり、8月には順将に昇進し、ジョージ・ワシントン将軍の命令で、 ニュージャージー民兵の組織化を助けるために派遣された。1776年クリスマスの夜、ワシントンがデラウェア川を渡る時に参軍し、翌日のトレントンの戦いに参加した。多くの伝記によれば、10日間後のワシントンによるプリンストンの占領には、セントクレアが戦略面で貢献したとのことである。1777年4月、セントクレアは、 タイコンデロがトリデの守備に派遣された。サラトガ方面作戦を実行中のイギリス軍ジョン、バーゴインの大部隊には、セントクレア配下の小さな守備隊では、とてもこう知れなかった。セントクレアは1777年7月5日に、タイコンデロがトリデを明け渡して撤退し、タイコンデロがトリデ包囲戦。この方面作戦では特に働きを残せなかった。1778年に、 セントクレアは、タイコンデロガトリデの放棄の件で、軍法会議にかけられたが、無罪とされ、軍務に復帰した。セントクレアは1781年に、チャールズ・コーン・ウォリスが、ヨークタウンで降伏したとに立ち会った。セントクレアは1783年に、ペンシルベニア検閲委員会の一員になり、 1785年11月2日から1787年11月28日まで連合会議の大議員に選ばれた。シェーズの反乱が起きた時にセントクレアは議長であった。セントクレアは1790年にペンシルベニア州知事選挙の候補者となり、ジェームズ・ウィルソンやロバート・モリス、ベンジャミン・ラッシュらの著名市民の指示を受けたが、トマス・ミフリンに乾杯した。 アメリカ合衆国が独立戦争後に獲得した北西部領土の治め方を定義した1787年の北西部条例の下でセントクレアは今日のオハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミシガン州の全部とウィスコンシン州、ミネソタ州の一部を包含する領土の知事に指名された。セントクレアはシンシナティ教会の名前をもらってシンシナティの死の名前を付け、 自分の家をそこに建てた。北西部領土が1800年に分割された時、セントクレアはオハイオ領土の最初で最後の知事となった。セントクレア知事は領土での初めての成分法であるマクスウェルの法典を作った。セントクレアはインディアンたちのオハイオの土地に対する所有権主張を弾圧し、白人の植民への道を開いた。1789年、 セントクレアは一部のインディアンとハーマー取の条約を締結することに成功したが、多くの部族の指導者は交渉への参加を呼びかけられなかったか、参加を拒んだ。この条約は、インディアンの主張を抑えるよりもかえって抵抗を生み、北西インディアン戦争、あるいはリトルタートルの戦争につながった。互いの敵対心が、ジョシア・ハーマー将軍の方面作戦を引き起こし、 1790年、ハーマー将軍の1500名の部隊がインディアンに敗れるということが起きた。1791年、セントクレアはアメリカ合衆国陸軍の上級将軍としてハーマー将軍の後を引き継いだ。セントクレアはニコ連隊と民兵からなる懲罰的遠征を指揮した。この部隊はォバッシュ川にあったインディアン保留地、リザベーションに進行したが、 11月4日、マイアミ族集長、リートル・タートル、ミシキナクワと、小ニ位族集長、ブルージャケット、ヤピエセンワーの部族連合との戦闘で大敗を喫した。この、セントクレアの敗北、あるいは、コロンビアの虐殺、あるいは、ウォバッシュの戦いと呼ばれる戦闘で600名、以上の兵士と数十人の女性子供が殺された。この時のアメリカ軍の兵士の戦士623名に、 対し、インディアン戦士の戦士21名という数字は、アメリカ軍最大の敗北と言われる。この大失敗の後、セントクレアは、ワシントン大統領の要請で軍隊から引くことになったが、北西部領土の知事の職は続けた。セントクレアは、連邦主義者だったので、オハイオ領土から2つの州を作って、アメリカが州国議会における連邦等の発言権を高めることを期待した。 しかしセントクレアはその党派心や公秘書なところ、執務における頑固さについて、オハイオの民主共和党員から嫌われることになった。1802年、セントクレアがオハイオの就閣に反対したために、トマス・ジェファーソン大統領は、領土知事の職からセントクレアを降迭した。かくして、セントクレアは1803年のオハイオ就閣に、何の貢献も果たさないことになった。 オハイオ州の最初の憲法は、セントクレアの統治法に対する反動という意味合いもあり、弱い知事、強い議会を規定することになった。セントクレアは1818 18年8月31日に、ペンシルベニア州グリーンズバーグで貧窮のうちに80歳の生涯を閉じた。セントクレアの持っていた大きな富は寛大な贈与と借金、また、 事業の失敗により消失していた。ペンシルベニア州ヤングスタウンにあったセントクレアの家、インジ者の住みの一部は後にリゴニアに移されて、現在は博物館として保存されている。ペンシルベニア州アッパー、セントクレアとセントクレアズビル、イリノイ州セントクレア郡ミズーリ州のセントクレア郡オハイオ州のセントクレア町とセントクレアズビル、 アラバマ州セントクレア軍はそれぞれセントクレアの名前にちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。